っと間が空いちゃいましたが、皆様いかがお過ごしですか？私は夏バテからの絶賛おサボり中です。数日間家を留守にしていたのですが、帰宅すると水枯れの鉢バラをはじめ自由のバラまでもが横変して、お庭は見るも無残な姿に変わり果てていました。か、覚悟はしていたんだけれどね。それから一部のバラに黒点病が出ていました。それでも以前に比べたら今年はよくここまで持ってくれたと、バラには感謝しかないです。自分なりの無農薬栽培がようやく形になって実を結び始めたのかな。来年もこの調子でバラを根本から丈夫に健康的に育てられるよう、月のリズムや愛用の資材とともに頑張ります。ちなみに無農薬栽培なので病害虫を抑えるためにも、基本元肥以外の肥料は少なめです。ただ鉢バラだけは限られた栄養で賄っているので、1番か5のお礼声だけは与えたりもしますが、それでも鉢増しなど植え替えの際に元肥を施すので、結局は追肥もしなくなりました。地植えに関してはほぼほぼ冬の元肥のみです。元肥以外の肥料を与えない代わり、海藻エキスやキト酸、フルボ酸、納豆菌や光合成細菌、リーフコートや活力剤など、お気に入りの資材で体質を強化したり、成長を促進したりしています。で、話が戻るけれど、留守中に見事発症した黒点病の歯は取り除き、その後で病気の気になるバラの周囲に、納豆の空パックやフィルム、まんま納豆を、こそーっと忍ばせておきました。納豆菌を切らしていたので応急処置的な。それがなんとなんと、まさかの効果ありで、新たに目につくような斑点が出にくくなりました。納豆菌、やっぱり無農薬栽培の味方だね。さて、月のリズムのお手入れですが、今日、15日は新月、大潮です。用水分がねえと集中して送られ、しかも大潮で吸収力が高まっているので、発酵促進としての海藻エキスや、新月の頃に出やすい病気のためのキト酸など、バラや植物に与えるのがおすすめです。また、鉢増しなどの植え替えや、秋苗など定食の適期です。そして新月を過ぎると満月へ向けて、剪定や誘引、種まきの適期になります。夏剪定後の新芽の成長を促すためにも、海藻エキスの散布は効果的です。ハイビスカスのローゼルがコストを追う勢い。はやけの症状。カミキリムシの成虫にカジカジされた枝の末路。
スーパームーンの満月で虫の産卵が多かったせいか、孵化した幼虫の食害が一気に増えました。度重なるモグラ被害で根の周りが穴だらけだったクリスティアナ、その影響なのか今年は葉が黄変しまくり、相変わらずフェンス沿いはシュートの壁。駐車場の鉢バラは灰色が悪かったり、葉焼けや水切れの症状があちこちに。